自己紹介をお願いします。はじめまして。私の名前は、モモミンと申します。今、24歳です。家族は、7人います。父と母と兄と姉が2人と弟います。独身です。今、NU 生レベルを勉強しています。大学を卒業しました。以上で、どうぞよろしくお願いいたします。はい。どうして日本で働きたいですか？日本は厳しい国だから、厳しい国だから、私のために、安全な国だから、日本で働きたいです。どうして介護の仕事を選びましたか？はい、私は一緒に、祖母と一緒に、住みました。祖母の世話をすることがありましたから、祖母の世話をすることがありました。祖母の世話をすることがありましたから、介護仕事について経験がありましたから、介護仕事を選びました。何年日本で働きますか？15年ぐらい働きたいです。家族はあなたが日本で働くことに賛成していますか？はい、賛成しています。日本に来ることに心配なことがありますか？いえ、ありません。はい。じゃあ、これで終わりにします。はい、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。はい。